えっと、日曜日の今日はですね、えー、リスナーの皆さんからの質問相談に答えていきたいと思います。公開収録をさせていただいております。土曜日の夕方に撮っているんですけれども、まあ、公開収録に立ち会われた方のですね、質問相談に答えていこうかなと思っております。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。えっ、ー、と、4月のですね、何日だ、これ16日か。 4月の16日の、えー、だから日曜日です。の11時からですね、えっ、ー、と、キングコング西野昭広とバーベキュー大会がございます。<laughs> <laughs> え、こちらはですね、東京、えー、都内で行うんですけれども、えー、詳しい場所は、えっ、ー、と、公には言えないの、あれ ?1 月16日近代でお待ちしております。 もう楽しみすぎるし、寝るしか、寝れません。え、1月16日、近代んえちょっと待って。1月16日、近代が入ってるのだって、バーベキュー大会が入ってるえ、これやっちゃってるんじゃないえ、これやっちゃってるパターンじゃない近代って何時近代の講演会って何時なのこれやっちゃってない あ、1月かごめんなさい。よかった。そっか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 。バーベキューは4月ですね。うわー、やびっくりした。ごめんなさい。1月ね。僕言ったのは4月の16日ですね。よかったよかった。ごめんなさい。でも、ダメだね。やっちゃってんじゃないとか言いながらなんかニヤニヤニヤ,ニヤしてたね、今。 こういうところがダメなんだろうな。ごめんなさい。1月の16日に近代があって、僕が言ってるバーベキューって4月の16日ですね。ややこしいな。えっ、ー、と、4月の16日に、えっ、ー、と、バーベキュー大会が都内でございます。えっ、ー、と、で、詳しい場所はですね、ちょっと言えないです。えっ、ー、と、参加を表明された方に直接メールでここでやります、みたいな。まあ、都内のそんな外れた場所じゃないので。 ええー、まあ、移動に、あのー、1時間、2時間かかるみたいなことはないと思うんで、まあ、あの、なるだけ早いタイミングでここでやりますっていうご案内させていただきます。えっ、ー、と、200組、200人限定となっております。これ、えっ、ー、と、同伴者1名につき、子供4名まで無料という <laughs>、4名まで無料という謎の、 だいぶ無料になりますがあじゃあ、これはちょっと子供に甘くやっちゃってる感じなんですけれども、バーベキュー大会がありますんで、えー、興味がある方はご参加ください。えー、参加はですね、えっと、クラウドファンディングのプラットフォームうち、えっと、ピクチャーブックからですね、えー、チケット出ておりますんで、そちらから参加してみてください。よろしくお願いします。 そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日は日曜日なので、リスナーの皆さんからの質問相談に答えていきたいと思います。えー、それでは質問をお待ちしてます。何かありますでしょうかあいいですね。えっ、ー、と、質問です。ここに来てまたコロナによる公演中止が増えてきています。これ舞台の話ですね、おそらく。えっ、ー、と、 これについて西野さんはどうお考えですかうんとね、僕が働いてるね、チムニータウンっていう会社はね、えー、まあ、映画を作ったり、ミュージカルを作ったり、エッフェル塔で個展をしたり、んとあと武道館イベントをポコポコやったりしてるので、時々ね、なんか、大企業のように思われるっていうか、大企業のように潤沢な資金があるように思われるんですけれども、 えー、もちろんそんなことはなくてですね、えっ、ー、と、明るい酒飲みが集まっただけのただのベンチャー企業なんですね。なので、このコロナで公演中止っていうのは僕らの会社にとっては死活問題で、どう突破していけばいいんだろうっていうことは、えっ、ー、と、常日頃考えています。で、結論今の日本で舞台をやる以上はですね、ビジネスモデルを変えなきゃいけないんだなと思っています。それこそですね、 あれ、2、3日前のサロン記事にもちょこっと書いたんですけれども、公演期間が長くなればなるほど、コロナで公演中止になるリスクは、これ高くなるわけですから、それはそうでしょえっと、2日、2日公演のやつよりも、半年公演の方が、この間にコロナになる人が、ボコボコ出るわけだから、当然これ公演期間が長くなればなるほど、コロナで公演中止になるリスクでは高くなるわけですから、これ一つの手としてはですね、公演期間を、えー 極端に短くして、で、コロナで公演中止になるリスクを極端に下げると。ただですね、公演期間を短くしちゃうとですね、その分の売り上げが下がってしまって、で、制作費が少なくなってしまって、で、クオリティに影響が出てしまうので、そこはですね、えっと、チケットグッズ以外の収益源を作って、それで賄うっていうことですね。 で、このチケットグッズ以外の収益源の作り方に関しては、これはもう本当に悪いことは言わないので、各劇団のもう偉いさんたちが一度ですね、もう一回ちょっとプライドとかも全部捨てて、西野明弘に話を聞きに行った方がいいと思います。これはあの、鼻につくなと思い、思ってるよ。自分でこんな言うの嫌だなと思ってるけど、い 一回本当に自分たちで考えてうんぬんかんぬんじゃなくて、そのテストをしまくってきた西野明宏に本当に聞きに行った方がいいと思います。か、もう西野を招いて劇団の勉強会みたいなものを一回開いた方がいいと思います。やっぱ普通に僕いろんな劇団のやり方とか見てて、そこの部分は圧倒的に下手だもん。なんか思いつきでやっちゃってるから全部。 これかなこんな感じかなみたいな。そうじゃなくて、ちゃんと技術としてあるので、一回ちゃんとそこは、えー、聞きに行くとか、読んで勉強会するとか、これ企業はやってるんですよ。いや、僕、例えば僕、楽天さんに呼ばれて、楽天の社員さんに向けてとか、あのー、講演会とかするもん。どっかの上場企業に呼ばれて、その上場企業の、 社員さんに向けて講演会、いや、それこそトヨタに呼ばれて、トヨタさんに呼ばれて、トヨタの社員さんに向けてパッて喋るとかさ、企業はやってるんですけど、これ劇団って全然やんないですよね。で、これは本当に、いや、西野じゃなくてもいいんだけどね、別にそれ、でも西野が多分、うまいんだよ、一番。その、ね、エンタメかけ、そこのマネタイズっていうところで言うと、多分西野がうまいんだよ。で、ここをちゃんと答えして、 る人を呼んで引っ張っ張ててきてちゃんとやり方を聞くっていうのをやった方がいいと思いますね。でちなみに、えっ、ー、と、僕らはね、チムニータウンはですね、公、えー、演期間を極端に短くして、かつ、えっ、ー、と、クオリティを最大まで引き上げる舞台を、えっ、ー、と、この先作ります。またその辺はご案内させていただきます。あと、もう一つはですね、 コロナ禍で舞台を続けていくのであればですね、これ日本のね、日本のコロナ禍で舞台を続けていくのであれば、まあ日本にも限らずか、まああの、キャストでお客さんを呼ぶっていうところからもう卒業した方がいいと思いますね。いや、極端な話ね、えっと、ショッピングモールのアンパンマンショーのアンパンマンの中身が当初予定していた人と違う人でもお客さんは集まるし、 誰からもクレームが来ないじゃないですか。いや、だけども、この人が出ますみたいな感じで打ち出して、ポスターにもその役者さんの顔を出しちゃっていて、それでその役者さんがコロナにかかっちゃったからさすがに代役でとは言いにくいですよね。まあ代役っていうのは普通にあるんですけれども、それがメインどころだと、まあ何かしらのストレスが、えー、発生してしまうと。で、これ、 年末にやってる天才万博なんて、もうそのあたりはもう無敵で、いや、そもそもお客さんはですね、今日誰が出るか分かってないっていう。あの、運営がもう、まともに打ち出してない。なので、出演者の体調不良により公演中止ってありえない。いや、今日この人が出れなくなりましたって分かったら、あの、じゃあ4組出るところを3組でいくかっていうだけの話なんで。 で、お客さんも別に何個見てるかなんか聞かされてもないんで。で、誰が出るかもし、知らないまま天才万クで人が集まってるんで。で、その状態を作るっていうことですね。ただその状態を作るにはめちゃくちゃ丁寧な根回しと文化創造の時間が必要ですが、まあ、作ってしまえば強いですよね。で、ファミリーミュージカル煙突町のブベルっていうのはずっとそこを徹底していて、なので、うんと、それこそ、 ポスターにキャストの顔写真を絶対に載せるなって伝えているんです。見たことないと思います。あのミュージカルレントツマッチのプペルのポスターにですね。いや、これ知らないよ。ミュージカルレントツマッチのプペルっていろんなところが、いろんな劇団さんがまあやられてるから。まあ、その、僕らも勝手にどうぞやってくださいって言ってるからね。あのー、その劇団さんによっては顔写真出てるかもしれないですけど、 少なくのオフィシャルでやってる僕たちが関わっている、えー、チムニータウンがやっているミュージカル煙突町のプペルのポスターにはですね、キャストさんの顔写真1ミリも載ってないんですよ。それはもうそういう覚悟だっていう。いや、キャストさんで呼ぶわけじゃない。キャストさんに集客を頼るわけで集客は僕たちがやります。作品がやります。キャストさんはそれを成立させるお仕事をしていただきますっていう、そういう覚悟なんで。でそこまで持っていくっていうのが、 まあ強いんじゃないかな。そうすると、こう結構サク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 、まあ体調不良の時とかでも、パッてこう代役を立てれるので、で、そこに対してあんまりこうストレスがないので、まあその辺かなと思っております。えー、どんどん行きたいと思います。えー、厳冬者の箕輪さんのペンションに100万円を出したと聞きましたが、<laughs> 詳しく教えてください。 これはですね、あ,あ、さっき、そうだな、僕はインスタライブ、ミノワさんのインスタライブ覗いてたからかな。今日ミノワさんがあのペンションでね、インスタライブされてたんですけども。んと、これは、えっと、僕が誕生日の時にですね、えミノワさんからですね、お誕生日おめでとうございます、西野さん。僕、ペンションを買いたいので100万円くださいっていう LINE が来たんで、で、 んなんか、違うような気がするぞと思いつつ、こういうのはもう疑ったら負けだなと思って、えー、勢いそのまま100万円を振り込んだっていう感じですね。で、なんでだよとかも突っ込まないっていう、で、100万円ととりあえず振り込んで、なんか、多分、ベンションの、もしかしたら共同オーナーみたいな形になってるのかもしれませんが、 ただまだそのペンションの場所は、えー、2年ぐらい教えていただいてないっていう <laughs>。だから知らないんですよ。あのー、ミノアさんのペンションの場所。僕お金だけ出して、知らないっていう感じですね。ええー、どんどん行きましょう。ジェンダーの配慮が目立った今回の紅白歌合戦について一言お願いします。 ジェンダーの配慮が目立ったんでしたっけちょっと忘れましたけれども。まあ、ジェンダーに配慮しながら、赤組白組をこう男女で分けるっていうのは、なんだろう。ミサイルを落としながら反戦歌歌ってるようなもんなんで、もう今年からは、あれじゃないですか。その小学校の運動会みたいに性別関係なく赤組白組で分けた方がいいと思います。まあこれ、いろんなところで言われてますよね。あれ、 やっぱね、その男女で分けるっていうのは、なんかあそこが、ジじくさいんでしょうね。怒られるかこんなこと言ったら。ごめんなさい。えー、どんどん行きましょう。えっ、ー、と、西野さんがクリエイターとして才能を感じるタレントさんは誰ですか面白い質問ですね。 これあの、クリエイターと、えっ、ー、と、投資家で分けると、まあ、どっちもクリエイターだとは思うんですけれども、クリエイターさんもクリエイターだし、投資家もクリエイターだと思うんですけど、まあ、ポジションはちょっと違うじゃないですか。で、これクリエイターと投資家で分けると余計に面白いかもしれないですね。で、言うと、えっ、ー、と、クリエイターとして面白いな、すごいな、才能あるな、と思うのは、 やっぱ、アツさんとかすごいなと思いますね。なんか、なんか、アツさんって本当に、あの、ジュアル KB、ねえ、えー、ビジュアル系バンドをこうやられる。あれ何年前なんだろうスタートは。あの時も、すげえなと思ったんですよ。なんか、芸人格あるべしみたいな、 空気すごいある中、厚地さん結構そこをこう、その線をパンって越えてくるんで、多分、なんか、あのー、僕は芸人さんの性格もよく知ってるので、多分ちょっとした先輩とかから、なんか陰口とか絶対言われてるんですよ。意外とネチネチしてる人多いんで。みんながみんなじゃないですよ。あのー、ネチネチしてる先輩いるんで、 売れてる人はあんまいないですけどね。ね、多分、厚石さんもああいうことをすると、先輩方からなんか、また厚石がなんか、って絶対言われたはずだけれども、そこにこう、めげずにどんどんやられる。ああいう人ってやっぱ、いつかどっかでこう、要は打席に立ってるわけですから、打席に立つ覚悟があるわけですから、そら、いつかどこかで、 えっと、代表作に巡り会えるじゃないですか。かそういう人ってほんとすごいなと思いますね。かっこいいなと思う。あとはやっぱ劇団ひとりさんとか。劇団ひとりさんも、あの映画なんだっけあの。えっ、ー、と、晴天の霹靂か。面白かったもんなひとりさんもすげえなと思うし、品川さんもね、もうすごいよ、本当に。やっぱすごいなそのやっぱひとりさん、品川さん、厚さん。 当人はやっぱりすごいなと思いますね。なんか、ははーみたいな感じです。参りました。兄さん参りましたみたいな感じです。あとはタレントさんで言うと誰だろうな。パッと出てきたのは、えぇ、ー、頭に出てきたのはめぐみとか。あのー、めぐみって、彼女とはですね、デビューから実は一緒で、 あの、お互い、右も左も分からない時に、レギュラー番組で一緒だったんですよ。で、あいつどこ出身ってたっけな多分岡山かどっかなはずなんですよ。で、僕らは、ね、えっ、ー、と、大阪と兵庫から出てきて、で、東京で、えー、出会ってるんですね。で、東京でレギュラー番組、二人、あのー、二組とも、 ねえ、なんか田舎から出てきたものをして、だ大丈夫かな私たちみたいな感じでさ、スタートして、よ,よく知ってるんで、めぐみは。で、やっぱりね、彼女もね、かなり早い段階から、早く、あいつも売れるのは早かったんで、かなり早い段階からいろんなことにチャレンジしてましたね。なんか覚えてんのは、ハネルの扉に来てくれた時、ちょっと久しぶりだったんですけど、久しぶりやな、とか言って、で、 空き時間があったんですよ。なんかコーナー撮ってたのか、コント撮ってたのか、ちょっと忘れたんですけど、ハイ、はい、カットって入ってで、空き時間はできたんで、で、久しぶりやなと思って、めぐみに、お前最近何やってんのってこ振ったらさ、いや、今こんなん作っててさ、みたいな感じで、すぐに、その時自分が作ってるね、めぐみが作ってた雑誌っていうかフリーペーパーのようなものをね、こう出してきて、見せてくれてね、 で、もう本当に手が込んでてさ、それが。で、それ自体がどう、当たるかどうかは分からないけど、さっきの厚木さんの話じゃないけどさ、あの、数は打つ体制になってるわけじゃないですか。打席に立ってるわけじゃないですか、恵は。ものを作るっていう打席に立ってるわけじゃないですか。いや、その当時めちゃくちゃ売れてんのよ、あいつ。でも、なんか、時間の問題なんだろうなと思った。もうこの人が、 なんか、クリエイターとして、作り手として、えっ、ー、と、世に出ていくのは、いつなのかは分からないけれど、それが2年後なのか、5年後なのか、10年後なのか、いつなのかは分からないけれども、まあ、世に出ていくことはもう決まってるんだろうなっていうのは、思いますやっぱり、打席に立つっていうのがすげえなって思いますね。で、めぐめ今、 ドラマのプロデューサーとかも、こう、やってますよね。だから、なんか、なるべくしてそこになってるんだろうなっていう感じがしますね。一方で、これは本当に厳しいなと思ったんですけど、モデルさんとかでもさ、当時ね、お仕事をご一緒させていただいていたモデルさんとか、もうやっぱりすごいな、この人のなんか色彩感覚とか、 すごいなと思う人、でもたくさんいたんですけど、えっとね、これ難しいとこなんだよ。これあんまりあの具体的な名前言えないけど、すごいなっていう才能を感じる人いっぱいいたんですけど、モデルのニーズがやっぱあるわけじゃないそういう人は。で、ニーズいっぱいいっぱいまででモデル業やっちゃうんですよ。っていうことで、才能を開花させられずにいた子っていうのもたくさん見てきましたね。 な、なので何が言いたいかというと、や,やっぱりどっかで決め切らなきゃいけないっていうことですね。クリエイターっていうのは、今日から私、俺、クリエイターになりますって決めないと、ニーズがあるからといって、そっちにホイ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 ,ホイって言っちゃうと、やっぱものづくりするので時間は必要なんで、だここもやっぱ込みで才能なんだろうな。そこをちゃんと覚悟を決め切るっていうところも、 まあ才能なんだろうなと思うと、そういう観,観点で言うとやっぱめぐみとかは、いやめぐみなんかさ、もうグラビアアイドルとしても、むちゃくちゃ人気あったし、バラエティも達者だからさ、もう引く手余った、なのにもかかわらず、いや、作る時間ちゃんとあいつ作ってたからね、やっぱそこすごいなと思いますね。いや、尊敬してます。だからその辺、めぐみさんとか。 篠原智江さんとか。やっぱその辺はすごいなと思いますね。で、ちょっと長くなりましたが、あとね、投資家としてこの人すごいなと思う。まだ実際に投資家として活動してるか否かはさておき、まあ投資家として活動したら、いい投資家になるんだろうなと思うのはやっぱり、竹江壮さんとか、光さんとか、 オリラジのあっちゃんとか。いや、いい、なんかね、いい匂いがするんですよ、なんか <laughs>。これは、これ、いい匂いがするとしか言いようがないんですけれど。いい匂いがするんですよ。ちゃんと、引き際もうまそうだし。それが、いや、損切りがちゃんとできるんだろうなっていう。で、なんか、この人、この辺のラインは、いい匂いがするな。もう最終的に一番、勝つ。 人たちですよね。もう投資家なんで。もうこの人たちじゃないかなと思います。えー、っと <laughs>。え、もう22分になっちゃった。じゃあ最後、質問いきます。えっと、ちょっとえぐいの。えぐいの、えぐいの、えぐいの。あ、これはいいです。 今の日本の NFT について思ってることを聞かせてください、正直に。<laughs> 泣くまで待とう、ホトトギスみたいな感じで言ってきましたね。聞かせてください、正直に。まあ、それだけ正直に話してってことですよね。 まあ、そうですね。これはですね、あの、今度出すビジネス書にも書こうかなと思ってるんですけども、まあ、正直に言うよ。えっ、ー、と、まず僕、投機商品が好きじゃないんですね。えっ、ー、と、投機商品っていうのは、まあ、だから安い時に買って、えー、高くなった時に売るっていうことを目的として買われてしまう商品のことですね。というのは、まあ、こんな僕にもですね、ファンと呼ばれる人はいてもありがたいことにね、 それこそさ、えっ、ー、と、キングコング西野のファンなんて長年、なんなら今も時々、不遇の時代を過ごしたわけじゃないですか。いや、西野のファンなんかやってんのかよとかさ、何なんだろう。例えば、あいつよくわからんけど怪しい商売してるんでしょうとか、<laughs> なんでそんなやつの応援すんのみたいな、を、えっ、ー、と、言われ続けてきた人たちですね。で、僕がね、とっとと結果を出していればですね、そんなことを、 え、言われることもなかったのに、まあ、西野がぐずぐずしていたせいで、そんな言葉を浴びさせてしまったと。まあ、一応全速力で走っているんですけども、結果としてね、えー、そうなっているので、まあ、申し訳なさは感じていて、でもだからこそですね、そんな目に合わせてしまったファンの方にはですね、まあ、不誠実なことはしちゃいけないと思ってるんですね。 で、えー、僕のファンの方ってね、んとボイシーで出会、えー、った人だけじゃないんですよ。ビジネス書を読んでる人、ボイシーを聴いてる人だけじゃなくてですねと、キングコングから入った人、そして絵本から入った人、そして映画から入った人、ミュージカルから入った人、という感じで,ですね、本当に層がバラバラでですね、 えー、僕のイベントに来ていただけるとわかるんですけれども、本当にね、老若男女なんですよ。本当に老に、本当の意味で老若男女なんです。プペルのミュージカルに行っても、なんだろうな。じゃ、天才万博に行っても、キングゴムの武道館ライブに行っても、本当に老若男女なんです。まあ、ビジネスの講演会とかなってきたら、えっ、ー、と、ターゲットは絞られるけどね。 一応エンタメとしてバーンって打ち出してる時のお客さん、客席って本当に老若男女なんです。子供からじっちゃんばっちゃんまでいるんですよ。で、僕ら自身もですね、えー、ファミリーエンターテイメントと打ち出しています。つまりですね、何が言いたいかっていうと、知識量がバラバラなんです。知識の量もそうだし、知識の方向性もバラバラなんですよ。の人たちが集まってるんですよ。 そこで僕がですね、えぇ、ー、投機商品を取り扱ってしまうとですね、値が上がったり下がったりするもんですから、そこまで詳しくない人がですね、高い時に買っちゃって、えー、買った後に、えー、その価値がガクンと落ちるみたいな目に合う可能性がある。というか、もっとエグい言い方をすると、僕のファンの方が、投機筋のカモにされてしまう可能性がある。 で、これは、僕が望んでるところじゃないんですね。なので僕が NFT に本格参戦したのはですね、NFT が下火になってから、えっ、ー、と言、言うてしまったら、世界的な PFP ブームが落ち着いてから、というかもう、投機筋が抜けたタイミングだったんですね。今なら安全運転できるかも。その上で NFT にはどんな可能性があるんだろうっていう、このタイミングで参戦してるんですよ。で、ここが根底にあるんですね。 なので、やっぱり、えー、そんな人間ですから、自分が。思うのはね、えっ、ー、と、これ全てではないです。全てではないですけども、日本の NFT プレイヤーに対して思ってしまうのは、っていうか、どっちかっていうと心配して見ているのは、ちょっと煽りすぎな気がするけど大丈夫かなっていうところですね。で、これ難しいとこなんですよね。 うんと、サービス提供者が商品の宣伝をするのは、これは当たり前のことですし、ただですね、これは、宣伝するのは当たり前なんですよ。ただですね、LINE ちゃんと、えぇ、ー、宣言した方がいいなと思うのはですね、うちの NFT には、投資価値がありますせっていう打ち出し方をしてしまうと、稼げるかもっていう理由で買っちゃう人は当然出てきますよね。 で、僕ね、長年コミュニティを運営してるから、多分ここら辺に関しては日本で一番詳しいし、で、もっと言うと、日本で一番その被害に遭ってると思うんですけども、時々ですね、お金の余裕なんて全くないのに、勇者モードを発動させて、怠慢はたいちゃう人が出てくるんですね。で、これは、 そのコミュニティリーダーがですね、いや、それだけは本当にやめてって、何度も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 お願いしてるのに、やってみなくちゃわからないじゃないかみたいな感じで、ドーンと買っちゃう人が出てくるんです。これ、いつか出てくるんです。そのタイミングで、その方が買われた NFT バブルが弾けてしまったら、その方の人生がはちゃめちゃになるじゃないですか。 その時にですね、投資価値があるって言ったじゃないかっていう、恨みに変わってしまう可能性もあるし、もっと最悪の事態も想定されると。とあんまり言いたくないけど。で、投資価値ありますっていう煽りで、えー、NFT を買ってもらう作業って、その爆弾を増やしている作業だから、 いや、お金は入るかもしれないけれど、それかなりリスクあるよと思って見てますし、うちのスタッフには絶対にそっちに持っていくな、と伝えています。チムニータウン発の NFT はもう絶対にそっちに持っていくな。要は、期待させるなっていう、お客さんに稼げるかもって期待させるような NFT は出すなっていうことを、 え、伝えています。ね、NFT をね、投機商品として扱う以上は、デジタルババ抜きであることはもう間違いない。投機商品として扱ってしまったが最後、もうその NFT っていうのはもうデジタルババ抜きになっちゃう。これ違いない。これはもう抜け出せない、そこからはで。そこもですね、きちんと話し合うといいかもしれないですね。いや、僕たちが今やってるゲームって、まあそれ、それみんな分かったらもう、 なななししのかもしれないですけど僕たちが扱ってる NFT ってこれデジタルババ抜きだよねっていう分かってるコミュニティだったら別にまあ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 かもしれないですけど多分そこあんま言わないんすよねそこは自分たちが扱ってる NFT はババ抜きですよとは絶対言わない言わずにでも本質デジタルババ抜きなんで,でこれ危ないな大丈夫かなと思って見てますよく NFT の、えっ、ー、と、是非がですね、えっ、ー、と、議論されますが、やっぱり NFT がいいわけでも、NFT が悪いわけでもなくて、まあ、包丁みたいなもんで、正しく使えばいいもんだし、危ない使い方をすれば危ないものだと思ってて、今の日本の NFT を見ていると、ちょっと危ない使い、 方をしているプロジェクトが多いっていう印象ですね。なので、えっ、ー、と、not a h みたいに手続きを簡略化させる手段としての NFT とかは結構好きですね。手段としての NFT っていうか、かそういうのは結構好きだなっていう感じですね。なので、全部が全部今の、N、日本の NFT が良いとか悪いとかいう話ではなくて、 煽るのだけは本当に危ないからやめておいた方がいいんじゃないか。いや、何かあってからでは遅いんで。で、なんかあるんで。お金が絡んで、そのお金の単位が大きくなってしまったら、必ず何かあるんで、良くないことが。どっかでちゃんと、あのー、ブレーキ踏まないと、まあ、危ないなと思って見てますっていう感じです。というわけで、すいません。長々と喋ってしまいました。 え本日は以上です。えー、オンラインサロン西野なきエンタメ研究所では、西野なきが現在手がけている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日を、日曜日をお過ごしください。キングコングの西野なきでした。じゃあまたね。